つも買って買って。最近ミミちゃんは買って買ってが多く、パパとママは困っています。パパ、これ、このテレビのおもちゃ買って。ミミちゃん、こないだ変身セットを買ってもらったばっかじゃん。でもメメちゃんはおもちゃ2個買ってもらってるもん。こちらは2点セットとなっておりまして。ずるい。パパ買って。それよりさ、パパとメメちゃんと一緒に遊ぼうよ。やだ、あのおもちゃの方が楽しいもん。べー。ふん。ママ、ん？ミコちゃんがね、保育園に可愛いワンピース着てきたの。ミミも可愛いワンピースが欲しい。ワンピースか。それじゃあ、買いに行こっか。わーい。これ、このワンピースがいい。オッケー。それじゃあ、買ってくるわね。あー。お待たせー。あれ？いない。ん？ここにいたのね。びっくりした。ママ、あのお人形買って。今日はワンピースを買いに来たのよ。お人形はまた別の日にね。ママ、かわいいのたくさんある。そうね。買って。ダメよ。やだやだ、欲しい欲しい。買って買って。買って新しいものばかりに目移りしないで。今持っているものも大切にして。聞こえないもん。そうだ。公園に行ってママと遊ぼうよ。ミミはママとの公園じゃなくて新しいおもちゃで遊びたいの。かわいそう。ミミちゃんおもちゃを買ってもらえないのね。それならこれをあげるわ。これはどんな欲しいものでも手に入れられる魔法のお財布よ。どんなものでも欲しい欲しい。ただ一つ気をつけて。欲しいものを手に入れるごとに大切なものを一つ失う魔法だから。そんなお財布やめた方がいいわ。ミミちゃん、いいよ。だって欲しいものが何でも買えるんだよ。それならよかった。バイバイモコモコ。まずはさっきのお人形を買いに行こう。これこれ、これも買おう。これも。もう持ちきれないから、一回帰ろ。ただいまー。あれ？おばあちゃんから買ってもらったお人形がない。パパ、耳の人形。あれ？メメちゃんは？メメちゃん？誰のこと？一つ欲しいものを手に入れるごとに、大切なものを一つ失う。ミミちゃん、お昼ご飯に何食べたい？ママ、どうしてそんな顔してるの？何が？どうして笑ってくれないの？ママの笑顔は失ったのよ。やだ、やだ、もうお財布いらないから元に戻して。大丈夫よ。大切なものを失ってもその魔法の財布で代わりになるものを買えばいいのよ。でも、でも、でも本当に大切なものはお財布で買えない。ママの笑顔やメメちゃんはお金では買えない宝物。あら、そう。じゃあ大切なものを大事にすることね。ミミちゃん、お昼ご飯何がいい？あ、サンドイッチ。オッケー。さっきはベーしちゃってごめんね。うん。新発売のキッズキャメラ。新しいおもちゃ、ミミちゃんまた買ってって言うの？それより3人で遊ぼう。ミミ、変身セット持ってくる。おしまい。